割と時計をしてるの、防水の。何測ってるってこと、うん、何時間分かるように何時間入っててさ、長時間お風呂に入ってて時間分からなくなっちゃうんだって。だから時計をつけてる人は大体は2時時計と水分、水分持っている人はもう長時間に入って。すごい、水分と時計はあと音声なのにメガネかけてきた。謎、やめて謎っていうの。今日はいませんでした。今日はいなかったね。今日はいなかった。時計もメガネもいませんでした、うん、純粋に温泉が好きな人たちかな。あ、ね、なんかそんな感じの、うん、でも、うん、初めてなのに3か4人くらいお会いして、うん、結構びっくりタオル巻いてても恥ずかしい。なんか、うん、うん、もろみなんだ。そっちか。自分よりぶっちゃけ海に行った方が露出度の高い女性見られると思うよね。あ、だってバスタオル巻いてたら身の面積大きくない？確かに、うん、だから何でだろうって言ってももうやっぱり、うん、仕切られてるっていうのがあって、あとは、プリン温泉旅行みたいな。ちょっと、なんか、うん、ね、そういうような要素が、ありそう。ちょっとテーマになりかねないというか、うん、そういうのがいいよね、みたいな。ありそう。海ってなんか、元気いっぱいみたいな。あ、なんか若かったみたいな。若い人、若い人イメージある。あ、そっか。なんでかな。40、50は海に、一人でおじさんが海に行ったら何だもんね。なんかこう理由がないというか、うんうんうん、一人で行けないって、温泉だったら一人で行ってもおかしくない、おかしくないみたいな、すごい気持ちの世界ですよ。なんか納得しちゃった。納得、うん、納得しちゃった。なんで一人で来るんだろうって思ってて、うん、海の方が露出高いし、高い、ね、もし裸が見たいんだったら違う場所に行った方が、うん、見れたりサービスいいなと思ってて、で、なんでこういう風に来るんだろうなと思ったの。うん、でも変な話で私グラビアとかやってるじゃないですか、うん、なんか見せないエロさっていうのがあったりするのかな、うん、どうなんだろう、チラリズムとか、チラリズム的なバスタオルとかタオルで隠してるのがいいみたいな。そうそうそう、あと、うん、タオルって結構白多いじゃないですか、うんうん、白って、うん、めちゃくちゃ、うん、映える色じゃないですか、女性の。何でも、うんうん、そういうのもありそうじゃないですか。可愛く見える白って何割かもしれません、3割増しとか服でも。え、そんなことないですか。なんか見える、見えますよね、うん、なんかそういうのもありそうだなとか、うん、あとなんか海だと、うん、私の水着見て鍛えてきましたか、うんうんうん、ありません。でもお風呂ってみんなが毎日入るものだし、うん、日常的にあるものだから、うん、なんか当たり前のことだけども、うん、電車来た、見えた。白のパワーすごいな。日常、日常っていうかリラックスというか、そういうのあるから、うん、自分のありのままをみたいな、うんうん、だから恥ずかしいみたいな、縛、うん、っていくことじゃないみたいな、うんうん、あー、なんかそういう、うん、あ、そんなもっと私、うん、めっちゃ今お尻半血なんですよ。どんどん座ってるなと思って。え、どうやって座ってるんですか。ここに手をかけて、めっちゃ手で刺されてる。え、お尻浮いてるんですか。半血、うん、半血ですよね、めっちゃ痛い。半血だよ。ですよね、うん、なんかすごい話しましたね。ね、話した。でも、いや、全く聞きしちゃった。いろいろなんか、うん、ありそうですよね。わかんないですけど、うん、どういう気持ちなのか、なんかワニさんに聞いてみたいですね。うん、
不倫は多いと思う。不倫は多いと思う。イメージっていうことですか。お客さん、うん、あ、そうなんですか、うん、へぇー、すごいな。これはいくつになってもですか。30代の40代の、うんうん、でも、あのね、旅館の旦那、若旦那旦那さんにちょっと多いよとか聞いたりする、うん、へぇー。一番驚いたのは、その近くに泊まってて、で別々のカップルだけど、うん、夫婦がいたって意味わかる？誰と来てんの？誰と来てんの？みたいなのがあったという感覚あるらしいです。結婚したみたいな、うん、でも婚約みたいな、あ、婚約じゃない？婚約旅館の耳で聞いた。そう、で、いい婚約は限られてるかなっていう意味もあるのかな、うん、へぇー、意外とそれでも燃えたりしないのかな。確かに修理学を買いに来る。そうそう、でもそういう時って、うん、どうするのか、うん、どっちの部屋に泊まるの、帰るのかな、帰るのかな。あ、おい、最後まで忘れちゃったストーリー、本当にあった怖い話って、うん、だいぶなんかここ全然怖くないなと思ってた。不倫じゃなくてもさ、あのカップル付き合ってる時にそういうのがあっても浮気もありそう、うん、ありそう、確かに、うん、ありそう、うん、温泉とか泳ぐな。温泉って子宝の湯っていうのが多いの。へぇ、名前が、うん、なんか聞いたことあるような気もする。子宝の理由みたいな、うん、理由は体温が上がると女性にとってとってもいいこと、体にいいことで妊娠しやすくなる。へぇ、うん、妊活中の皆さん、ぜひお風呂に浸かりましょう。お風呂に浸かります、うん、頑張ります。妊活してません。もうニートかもしれない。何ヶ月？もう生まれますよ。生まれです。いいですか。おめでとうございます。ミレニアムベイビー、ミレニアム20年オリンピックベイビーだ。オリンピックベイビーですよ。はい、楽しみにしてくださ。マリアジュニア踏み終えたら、あ、本当に期待してる。でも嫌だ、このままでいい。この後ね、お酒飲む。そうなんです。もうやっとお酒、そう、お酒にありつける。楽しみ。夜上がりって美味しいよね。美味しい。一気したいのに、一気、そういう一気じゃなくて、なんていうの、その喉乾いてる感じ。あー、はーい、お風呂から出てきました。出てきました。マジ気持ちよかったですね。結構仲良しちゃって、最後頭洗うだけの話。確かに話がね、弾めちゃうの、本当に。まだ私タクシーどうしよう。ちんちでピカピカな。肌のトーンアップができた。あ、なんかそんな気がしますね。うん、ちょっと。あ、くるもっと。あとまず花粉。サイン見せてあげる。そう、ここね、サインあるの見て。で、はい、サイだの、毛が生えてるのに、そうなの、目もリアルだよね。そう、惑星かな。おやすみ、サイ、かわいいよ。また明日。お茶が出たらびっくりする。え、音が出たらびっくりする、ね、びっくりする。ということでね、しずかちゃんのチャンネル登録よろしくお願いします。